現職都知事が刑事告発受ける。小池百合子東京都知事が公職選挙法違反で選挙期間中に刑事告発を受けました。告発したのは郷原信夫弁護士と神戸学院大学法学部教授の上脇博之さんのお二人。現職の知事が選挙に出る場合、通常なら選挙期間中は休職、副知事など地方自治法に基づく執行代理を立てるのに、小池都知事は公務優先を旗印にそれを立てませんでした。そして候補者でありながら露出のある公務には取り巻きの記者が取り囲み、候補者としての PR を公務の中で行っていたのです。これは公職選挙法136条の2第1項1号に明確に違反しており、現職の都知事が刑事告発されました。私の見る限り、これを最初に指摘したのは鳥取県知事、総務大臣を歴任した片山義弘氏と思われます。自治省出身の公務員 OB、 こうした法務には精通しておられて当然です。これに着目した郷原弁護士が公職選挙法136条の抵触を念頭に刑事告発に踏み切られた。お手盛りの質問を発し、それに答える形で選挙違反が行われたので、当初は記者も告発される可能性があったようです。郷原さんの刑事告発や新宿駅頭での小池百合子候補の街頭演説が反対者の帰れコールで止まった事実などを知りました。以下、方言を明確にしながら学術の観点で公職選挙法136条2に明らかに抵触する事例を客観的に解説する内容として記すもので、選挙運動でもなければ落選運動ですらありません。法理とケーススタディとして、また1回の選挙というより、我が国の代議制がまともに機能することを長期的な視点、国家100年の計に照らして強く期待する次第です。小池さんは現職都知事として本当に落選する可能性もあり得ると思い始めています。また仮に最多得票数を集めても公職選挙法に違反すれば当選無効ですので、小池都政は8年でピリオド、都庁職員の皆さんもブラック就労から解放されるように思います。学歴詐称、大手広告代理店や不動産デベロッパーとの不透明な癒着など、どれ一つとってもとんでもない東京都知事選出馬の小池百合子候補ですが、ここに来て決定的な公職選挙法違反がネット上にあふれてしまいました。あろうことか、都知事としての公式な定例記者会見で都知事候補としての自らの選挙 PR を流してしまったのです。小池百合子氏が元来高校大学レベルの学生が学ぶ法的な講師のけじめが怪しい、弱いという指摘は長くなされてきたものと思います。ですがここまでひどいとは私も想像していませんでした。公職選挙法はどのように破られていったか、以下では小池百合子知事が公選法違反で刑事告発された内容を告発の事実を知る前にまとめた原稿が元になっていますが、具体的に紹介したいと思います。6月28日金曜の定例記者会見、テレビ朝日島田直樹記者から凱旋者で昨日回られた、手応えがあったということですけれども、昨日ゲリラ的に回られてどういった手応えという質問が発せられてしまいました。これが致命傷になった。この絶妙の愚問に対して小池候補は知事として答えるべきところ、小池候補として応答してしまったのです。ゲリラじゃないですけど、おほほ、政党の選挙戦だと思います。これに島田記者は次のように質問を重ねました。どのような手応えがあったのか、どのような方が手をぶり返してくれたのか、また知事の公約の部分、訴えかけてどういったところ、集中的に凱旋者で訴えたいか、そういったところあれば教えてください。このテレ朝島田という人物は多分よいしょしたかったのだと思います。この場を通じて PR になればというサービスが念頭にあった可能性が考えられる。しかし現職の都知事に候補としてどういったところを集中的に有権者に訴えたいかと尋ねるのは、処刑台への階段に案内しているのと同じことになってしまう。ここで知事と候補者の法的なけじめがついている分別のある大人ならこう答えるべきでした。その後質問は都知事候補としての私に発せられたものでしょう。ここでは公職としてお話ししていますので別途お答えしたいと思います。ところがこの大学学部1年レベルの分別が小池百合子氏には全く存在しなかった。知事定例記者会見で述べた選挙活動報告、小池この間ですね、昨日で申し上げると各地区部を回らせていただきました。いや、とても反応は良かったことを実感いたしました。新橋の仕事を終えたビジネスマンに向かって訴えてもクールビズなどはまさに楽で、実感していただいているのかなと言ったら、そうだという声が返ってきたり、これは完全に選挙活動の PR です。候補者として有権者に特定の案件を訴えたらそうだという声が返ってきたって、
これを東京都知事の定例記者会見で言ってしまえる行使の区別の緩さ加減。この東京都の公式動画の23分ちょうどあたりに隠れなく記録され、不特定多数に公開されてしまったので、もうなかったことにはできません。さらに、この小池という人が本当に順法性の感覚が全くないと驚いたのは以下の下りでした。都知事候補としての自分の選挙活動法を知事の定例会見でルル説明し始めてしまったのです。小池は私の場合、その街頭演説等も場所とかですね、車の位置づけ等々、何かとこの安倍晋三さんが選挙応援中狙撃されて死亡したケースとか、前回の翼の党とかですね、正直具体的に言ってしまいましたけれども、いろいろ制約が出てきて非常に限られてくるわけでございますけれども、正確にチェックしておきましょう。制約が出るのは選挙に出馬している候補者としての小池百合子であって、東京都知事としての公務には一切何の制約もかけられることはありません。その内容を話すべき都知事の定例記者会見で、なんと選挙演説の詳細をぶち始めてしまった。きちんとした法律のリテラシーを持っていたら、こんなことにはならずに済んだはずです。小池、街頭演説も行いますが、候補者として様々な街の反応も実感して、よりこれからもそういった形で候補者として都民の皆さんの中に入っていこうというふうに考えております。完全な致命傷戦隊の戦略方針まで披き、こうした致命傷が出てくるのはちょっと権力の足りないごまをするのには、熱心な取り巻きが引導を渡してしまうところにも原因があります。ご主人にこびげつらうつもりだったのでしょうが、少し知恵が足りませんでした。続いて NHK の中村という記者が追い打ちをかけてしまいました。 NHK 中村記者、知事選の関連なんですけれども、あの前半戦が終わりまして、今手応え感じているということでしたけれど、後半戦に入っていく中で戦略みたいなものはございますか？後半戦の戦略って、都知事候補としての選挙戦戦略ですよね。これは都知事の公式定例記者会見で決して発言してはならない、分かりやすい候補者としての発言になってしまう。心臓に達する一撃にも等しい、そんな猛毒質問をご主人によかれと思ってのことなのか、無邪気に発してしまった中村記者も記者ですが、答える方も答える方です。小池、まあ、あの戦略はあまりベラベラ喋ると戦略でなくなるということもございますが、わら NHK 中村記者、 SNS をですね見ていますと、昨日は赤い狐と緑の狸のご質問が陣営の方からされていたり、陣営というのは選挙陣営、つまり知事としての公務ではなく小池選対の内輪の話に、この記者は東京都知事定例記者会見で言及し、それに現職の都知事が応じてしっかり答えてしまっていることのしようがありません。 NHK 中村、ちょっと砕けた内容の都知事候補としての発信もあると思うんですけれど、選挙陣営としてどういう狙いがあるのかとか、小池候補自身から教えてください。この完全アウトの質問に、小池都知事は小池選対の戦略を、小池そうですね、インスタとか縦型の発信と、それからツイッターなど横型の発信と、縦横無尽に選挙情勢をやっていきたいと都知事候補としての私は考えています。このようにしっかり答えてしまいました。解説までしちゃっています。小池どちらかというと、身近なテーマが縦そして横の場合は実績を AI 百合子が伝えたり、AI 百合子は都のプロジェクトではなく完全に外部のシステム、現在は露骨な選挙ツールに他なりません。小池これから追加の政策などリアル百合子が伝えたりと、リアル百合子候補が選挙公約たるべき政策を AI 百合子と公務に PR していくという、小池百合子候補選対のツールとして、小池政策の背景や候補者としての思いを有権者都民にお伝えするという意味で SNS を有効に活用していきたい。中村、若い世代の方ですとか、そういう都民有権者の人を、こう、候補者としての小池氏への支持を浸透させようという狙いもあるんでしょうか。小池最近は SNS を活用される方はかなり幅広いと聞いております。時間帯によってご覧になる方も変わってくるでしょうし、SNS の発達というのは選挙戦も大いに変えてきているというのは実感をしております。最後のこれは、完全に地雷を真上から踏んでいます。選挙戦も大いに変えてきていると実感するのは決して東京都知事ではない、候補者としての実感で、これを都知事の定例記者会見として記録が残る形でアップロード、ご丁寧に字幕まで入っている。完全に公職選挙法136条の2第1項1号、一時の覚悟のいずれかに該当する者はその地位を利用して選挙運動をすることができない。
1. 国もしくは地方公共団体の公務員または行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人の役員及び職員、沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員は、職務上の影響力または便益を用いて第三者に働きかけるといったその地位を利用して選挙運動をすることができない。に違反しており、当選しても無効になる水準の重篤な法令違反が隠れなく残ってしまいました。小池、昔はこれ、紙で切って貼って、封筒に入れてとか考えると本当に凄まじい変化だと思います。もっと古い話をすると、私も30年くらい選挙やっていますので、昔は携帯電話も通信兵みたいにでかい携帯で1本何百円通話がしますというので、かえって使いにくくなったり、ポケベルの時代があったりして、産業史と選挙史、選挙の歴史というのは重なるところがあって、研究しても面白い分野かなと思ったりしますけれども、SNS というのはフェイクのどれが本当なのか分かりにくくなったりする AI でよりディープフェイクになっていくなどなど完全に知事公務無関係今やドヤ顔で候補者が選挙 PR 術を知事定例会見で語り倒している。さらに完全終了のやり取りもありました。ある記者、今回は自民党や公明党などからも自主的支援を受けています。それぞれの政党の支援状況をどのようにご覧になっているでしょうか。完全に知事公務ではなく、一都知事候補としての小池氏への質問です。小池それぞれ得意な分野もお持ちと思います。党もさることながら皆さん基本的に保守の方々だと思います。ワンチームでこれからの戦いも進めていきたいと思います。東京都公式 YouTube チャンネルより、この戦いとは間違いなく選挙の戦いです。つまり候補としての発言です。選挙戦の戦いについて、候補者が都知事の公式会見でとくとくと語り、その動画がルビ付きで不特定多数公開のまま残ってしまいました。完全な公職選挙法136条の2第1項1号違反。最多の得票数を得ても当選無効となるレベルの選挙違反ぶりをどうか。皆さんもご自身で確かめていただければと思います。飼い犬の悲哀で女帝の落日。因果応報といえばそれまでのことだったのかもしれません。